6月15日水曜日、アズアリモーニングスタートイエーイ始まりましたね。1ヶ月早いわ。早いですね。もう梅雨入りしましたね。もう毎日ね、気分く悩む、うん、確かに今日特に寒いですから ね肌寒いですけど、はい、元気に頑張っていきましょう。はい、はい、そして最初は自己紹介ですね。はい、はい、では自分からいきますね。役者として活動しております、コーダの伊賀本里穂と言います。よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、そして、俳優です。はい、そして私の特化すべきものは時代劇、はい、の波江美智子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、いつもの通り、はい、こちらですね、はい、コロナ対策についてご説明いたします。演者スタッフ検温を行っております。換気を50分に1回行っております。そして番組入れ替え時ですね、番組内、スタジオ内ですね、すべて消毒をしております。そして、除菌機器をですね、投入をしております。コレールフレッシュというね、機器を導入しております。そしてですね、鳥越アズリ FM のスタジオには窓があるんですけども、こちら、緊急車両のサイレンや、台東区の、緊急放送ですね、こちらがマイクに入り込んでしまう可能性があるので、こちらお聞き苦しい点もあるかと思いますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。そして、はい、はい、続きまして番組応援の会会員募集でございます。はい、鳥越アズリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話の出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページまでご覧ください。よろしくお願いします。でですね、はい、もう一つ、はい、番組のご質問はこちらまで、ツイッターのアットアズパン FM、アットアズパン FM へお願いいたします。はい、こちらあのもちろん感想なんかでもいいですし、はい、あのファンのメッセージみたいな、そうですね、はい、いただけたら嬉しいです。はい、リアルタイムでいただけるとね、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、こちら今バックに流れているんですけども、はい、こちら、慣れぬものになれという曲ですね。こちら、この前までですね、はい、使われてた、テーマソングのスタートアップ、それにエンディングの、とばりに続いてですね、これ、鳥越アズリの、鳥越アズリ FM の、代表である高橋さんがですね、こちら作曲を、あ、すみません、作詞ですね、作詞を手掛けております。はい、その、歌詞にですね、関西で活躍するマルチリンガルシンガーのシオンさんが、曲そして歌を乗せて完成したのがこの慣れぬものになれという曲でございます。はい、この曲ですね、シオンさんですね、はい、エレファントカシマスさんや、ひつみつさんやファンモンさんなども手掛ける、音楽プロデューサーの柳マンさんという方がいらっしゃるんですけども、そちらの方に、楽曲提供も受けている素晴らしいシンガーでございます。はい、いいよね、この曲何度聴いてもテンション上がる、はい、元気になるよね。そうですよ、なんかもう、うん、こちらの放送前に、ね、流れてるんですけども、これでもうノリノリになりながら、そう、打ち合わせ中とかもね、はい、ずっと流れてるから、はい、お送りしております。ください、はい、よろしくお願いします。そしてアズリモーニングですね、こちらの目的の説明を改めていたします。はい、はい、こちら鳥越アズリ FM の特徴はですね、見て聞いて参加する番組でございます。日本一尖った放送局を自負しております。はい、はい、そして、台東区の活性化のお手伝いをですね、こちらしておりますので、はい、こちらよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一つお知らせが、はい、ございます。はい、はい、じゃあ鳥越アズリ FM ですね、こちらスタッフの募集をしております。スタジオを、ね、拡大するということで、それに伴い人材を募集中でございます。はい、私たちと一緒に、放送をしてみませんかということで、こちら詳しくはね、こちらホームページだったりとか、こちらのフライヤーでご確認いただけると、はい、いや、はい、なんかね、私ね、はい、今日初めてのスタッフさん、前の方がちょっと担当の方が辞められて、はい、初めてのスタッフさんなんですけど、はい、いや、イケメンと美女なんか羽生選手、確かに、ね、こっちから見るとね、似てますね。これはもう若い方にどんどん入っていただいて、ぜひぜひ出会いのチャンスもあるかもしれない、あるかもしれないですね、確かになんかちょっと彼氏彼女いるんですか、うん、とか言ったらちょっとパワハラになっちゃったりなんかはい、ぜひお待ちしてます。楽しい、はい、楽しいところですので、はい、お待ちしております。はい、続いてはこちらお天気情報に、はい、はい、お天気出ますかね。はい、本日15日水曜日ですね、こちら、雨のち雨、夜曇りになってますね。うん、はい、今日の日中の最高気温19度となっております。はい、
そして明日16日木曜日がですね、曇り昼前から晴れということですね。お洗濯物ね、そうですね、チャンスですねこちら、うん、はい。で朝の最低気温18度、日中の最高気温28度となっております。はい、そして週間天気予報、はい、あさって17日金曜日ですね、こちら曇り時々晴れです、最低気温21度、最高気温30度です。そして18日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温20度、最高気温が30度です。そして19日日曜日ですね、曇り一時雨、最低気温21度、最高気温が29度です。そして20日月曜日ですね、曇りです、最低気温21度、最高気温31度。そして21日火曜日が、曇り、最低気温22度、最高気温30度となっております。はい、明日からぐんと気温上がりますね。ぐんとね、はい、ちょっと寒暖差があるからね、体調管理、そうですね、お気をつけていただいて、はい、はい。そして交通状況いきましょうか、渋滞情報はどうでしょうか、はい、どうなってますかね、高速道路の方はなさそうですね、うん。そして一般道路の方が、琴戸井通り都道319号線台東区入谷1丁目付近から、渋滞が、275メートル約2分ですねしております。そして台東区上野桜木1丁目付近から、449メートル約2分の混雑。そして都道452号線台東区谷中5丁目付近から、704メートル約2分の混雑。そして国道4号線昭和通りですね、台東区流星2丁目付近から430メートル約4分の、渋滞、はい。そして台東区、下谷3丁目付近から、219メートル約1分の混雑、はい。そして忍ばず通り都道437号線、台東区上野公園付近から、205メートル約1分の混雑、そしてこれで以上ですかね、はい、はい、こちら今日はね、土曜日ですからちょっと混むかもしれないので、そうですね、はい、時間に余裕を持ってお出かけください。そして鉄道の運行状況、はい、いきましょう。こちらがですね、横須賀線が列車遅延をしております、はい、浦和駅で落とし物を習得した影響で遅れております、はい。そして都道、いや、すみません、東海道本線ですね、こちら東京熱海間の、ものもこちら宇都宮線で、先ほどのものですね、習得した、はい、影響で遅延をしております、宇都宮線もこちらも同じように、先ほどの拾得物の影響で遅れております、うん。そして、総武線快速東京から千葉ですね、こちら東京駅で発生した線路内立ち入りの影響でこちら遅延をしております。そして、東武スカイツリーラインですね、はい、こちら6時48分頃に起きました、日比谷線、メトロの、ね、日比谷線で、うん、信号の故障の影響で一部遅れが出ておりますね、うん。直通運行もちょっと中止してるみたいなので、うん、はい、お気をつけください、そして続いて出ますかね、こちら、東京メトロ日比谷線は先ほどの、そうですね、茅場町内で発生した、信号の故障の影響で遅れております。そして臨海線ですね、JR 線内で安全確認を行った影響でこちら列車遅延になっております。そして銚子電鉄はいつも通り感染、拡大防止の等の、もので、運行状況が変わっている可能性もあるので、はい、情報確認してみてください。以上が、鉄道の状況ですね。はい。いや、日比谷線ね。はい。それは痛いですね。そうですね。ちょっとつながってる ね、人はね。ね、はい。ダメだったら大変だから。こちらもね、早めの行動をよろしくお願いいたします。はい。そして、はい、トークニュースですね。はい。本日はですね、こちら台東文化マルシェというところからちょっとピックアップさせていただきました、はい。障害のある方のための、特別鑑賞会ですね、うん。こちら対象のものがボストン美術、観点の、芸術×力ということで、こちら事前申し込みがいるんですけども、こちら、特別展ですね、特別展でやってるものが通常で、はい、やってる時も障害者の方は入れるんですけども、うん、こちら休室日が、8月8日の休室日に障害のある方だけの、うん、展覧会というか展覧が、そう、見学ができますよっていう日になってますので、うん、こちらね、ちょっと一般の方がいるところでちょっと見学しづらいなっていう方もいると思うので、うん、そういう方向けに結構ね、こちら
お得な情報というか、ね、いい情報なんじゃないかなって思いますね。はい、自分もあの両親が、あの耳が聞こえなくて、まあ、付き添いっていう形にはなるんですけども、あの行くんですけど、まあ、両親は耳が聞こえないので、見た目的にはそんなに障害があるっていう感じじゃないんですけど、でもあの車椅子だったりね、そういう方って結構ね周り気にしちゃうんじゃないかなって思うので、こういうのをぜひねご利用していただきたいですね。はい、で日時が先ほど言ったように、8月8日の月曜日ですね。こちら10時から16時なんですけども、入室は時間が、指定制になっておりますのでお気をつけください。はい、こちら事前申し込みがですね、こちらが、ごめんなさいね、書いてありますね。はい、東京都美術館ウェブサイトの、はい、申し込みフォームからですね、はい、こちらを申し込みできますので、はい、こちら期限内にお申し込みください。はい、はい、じゃあ手帳などね、あの障害者手帳だったりとか愛の手帳っていうなんかそういう手帳があるんですけども、そちらをお持ちの方限定のものになりますのでご注意ください。はい、はい、で、こちら観覧料無料となっておりますので、はい、お気軽にお申し込みください。と言ってもあの400名限定なので、あのこちら400名以上になってしまうと抽選制になりますので、そちらはいメールで、はい、お知らせきますので、はい、そちらと一緒にあの時間制なので、うん、あのお時間 この時間帯に入場してくださいっていうお時間も来ますので、そちらをご確認ください。はい、はい、まあ、詳しくはあのこちら台東文化マルシェ、あの台東区のホームページの中に台東文化マルシェっていうところがありますので、そちらからご確認いただけると思うので、はい、そちらからご確認してみてください。はい、はい、そして次は今日からのお知らせかな。はい、そうですね、はい、こちらですね、はい、アズーリプロレス祭り、ね、プロレス祭りですね。はい、はい、じゃあ昨年もですねあの開催されたんですけども、うん、今年も開催されることが決定いたしました。はい、じゃあ日にちがですね10月の16日ですね、はい、こちら開催されます。はい、こちら、放送局がプロレスをね興行を打つっていうのはなかなか珍しいことだと思うので、うん、はい、こちらもまた珍しい企画がございますので、はい、はい、こちらあの去年のね、うん、様子がまたご覧いただけるということで、はい、まずはそちらご覧いただきましょう。はい、ではどうぞ。はい、ご覧いただきました。非常に迫力のある映像でしたけども、ね、はい、DVD だとね特典もあるので、はい、ぜひあの、はい、うん、生でねまだ見れる機会が10月16日はちょっと先なのでね、うん、はい、もっと早めに見たいよという方は、こちらオンラインショップですね、うん、鳥越あずーり FM のオンラインショップで DVD 発売されてますので、はい、こちら去年の様子にはなるんですけども、はい、はい、ぜひいろいろあのお好きな方いらっしゃいましたら、ね、はい、事前にまた、はい、ご購入してご覧ください。はい、参加してる選手をチェックしていただけたらと思います。はい、他にもね、いろいろグッズがあるんですね。はい、あるんですよ。バンちゃんとか、はい、こういうのをつけたり持ったりしていただいて、確かに確かに応援に来ていただいたら、みたいな鳥小屋ズリーの方ですか、うん、ですね、はい、そうそうそう、こちらいろいろ、はい、グッズもございますので、はい、こちらからご購入ください。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、そしてですね、番組のお知らせだね。はい、元プロ野球選手の、羽生田忠勝の派遣企画ということですね。はい、はい、こちら元西武ライオンズの羽生田忠勝さんがですね、
野球を教えてくださいます。こちら、出張費2時間で5万円で、はい、こちらスローイングだったり走塁だったりとか、うん、いろんな技術を教えていただけますので、はい、こちらぜひ、ね、プロから直接、はい、教われるチャンスです。そうなんですよ、なかなかないですからね、はい、こういうチャンスね、うん、対象がですね、こちら小学生、中学生、大学生、その他一般のスポーツ団体となっておりまして、はい、残念ながらちょっと高校生はルール上お教えできないんですけども、うん、それ以外の方でしたら誰でも大歓迎でございます。はい、はい、それでですね、こちら、はい、はい、じゃあ5万円で2時間って今なってるんですけども、実はですね、はい、はい、こちら6月末までのキャンペーンで、1万5千円となっております。安いですね、本当に。9名で割ると1人1700円破格の価格ですからね、うん、ねえ、うん、だって何割引きなのっていう、すごいですね、ちょっと計算できないですけど、だってね、人数で割ればいいわけだから、うん、そうなんですよ、9名で申し込むとなんです、うんうん、もっとね、多ければもっと安くなりますから ね、はい、本当にぜひご検討ください、はい、こちら、トリゴヤズリ FM の方から、お申し込みいただけますので、はい、はい、ぜひこちらお電話なりしていただければ、はい、申し込みできると思いますので、はい、ぜひご利用ください、はい、そしてですね、番組のご紹介もございます。はい、羽生田忠勝さんがですね、番組を持っておられます、はい、こちら4月11日から、リニューアルをしたんですけども、はい、こちらサブ MC が、野球好きで、有名の AV 女優さんですね、こちら設楽ありささんっていうんですけども、うん、こちらの方が、レギュラーで出演することが決定いたしまして、今出演なさっております。はい、はい、お写真がもうすでにセクシーダダ漏れなんですけど、でもぜひね、野球好きの方はもちろんですけどね、はい、AV 好きの方もぜひね、はい、一緒に楽しめる内容となっていると思いますので、はい、どちらの方が見ててもね、あ、うんうん、野球好きなのかなみたいなね、うんうん、ありますカモフラージュできるかもしれないので、はい、ぜひご覧ください、はい、よろしくお願いいたします、はい、続きまして、はい、カーレースのカーレースですね、はい、はい、お話を、はい、第2火曜日の20時に番組をお持ちの、はい、高雪学のジョイトークインフォーチュン君のエトセトラという番組のですね、 MC の高雪さんと学さんがですね、5月8日のカーレースに出場されました。はい、こちらのレースカーにですね、左側に映ってるんですけど、アズパン君がねいますね。こちらのね、アズパン君のシールを貼っていただき、トリゴエフアズリ FM のシールを貼っていただき、うん、走って8時間のね耐久レースですね、こちら走り抜けていただきました。こちらの様子がこちらですね、はい、カーレースとか見に行きます？私知り合いというかお友達にレーサーの方もいるんですけど、まだ見たこと、あとレースクイーンの友達とか、あ、見たことないんですよね。なかなかね、行ってみたいですね、うん、自分もちっちゃい時にね、地元が愛知県なんですけども、うん、近くに鈴鹿サーキットっていうとこがあって、 そこでちょっと見たぐらいですかね、うん、でも結構ね、ハマると楽しいっていうんでね、うん、ぜひ興味のある方は、ね、はい、8時間耐久レースだと好きな時に見てみたいな感じだよね、そうですね、きっとね、なんかお食事もできたりするらしいので、うんうん、はい、ぜひね、はい、カーレース見に行ってみてください、はい、はい、以上が、局からのお知らせでございました。はい、はい、続きまして、ここで、はい、協賛店様のご紹介を、ね、はい、はい、させていただきたいと思います。はい、こちらスパニッシュイタリアンのロジカさんでございます、はい、こちら浅草橋駅からね、結構駅近で、うん、はい、結構川沿いにあるんですけども、風情がね溢れてていいね、川沿いちょっとデートした後にお店に行くとかね、はい、うんうん、女子会とか、うんうんうん、とてもおすすめのお食事もね、結構写真映えするようなものがあるので、うん、もう本当に女子会には持ってこいだね、持ってこいな、はい、はい、うん、ポークジンジャー弁丼弁とかなんかいいね、ピクニックみたいな、うん、もうちょっとね、確かに梅雨が明けたらピクニックでね、こういうね、うん、テイクアウトもしてみてもいいかもしれないですね、うん、はい、コース料理もね、はい、ありますね、はい、はい、こちらぜひね、おしゃれなランチだったりね、うん、したいなって方、飲み放題もあるから、はい、のんべえの人にも確かにいろんな方におすすめの場所でございますので、そうそうそう、ぜひご利用ください、よろしくお願いいたします、はい、続きまして、はい、リボンさんですね、はい、革製品のリボンさんでございます、はいはい、こちらですね、いろいろな革製品を取り扱ってまして、うん、こちらですね、オーダーメイドで財布だったりとか革製品、まあ、キーケースだったりとかも作ることができますので、
はい、ちょっと変わった素材でね、そうなんですよ、アザラシだったりとか、うん、そういう、ね、素材も使ってるみたいなので、はい、あの作ってる様子もなんか動画でこのホームページからご覧いただけるので、はい、気になるよって方いらっしゃいましたらそちらから、ね、はい、見てみてもいいかもしれないですね。はい、はい、そして、はい、居酒屋凛さん、居酒屋凛さんですね、はい、こちらはねだるまが目印の、ね、うん、お店なんですけども、あのいろいろ日本の、ね、料理も、ね、あるんですけども、実はフィリピン料理も、ね、うん、ありまして、こちら店長さんあのフィリピンの方らしいんですけども、うん、そちらの、店長さんのお母さんから受け継いだなんか味があって、それをあのお店で出してるみたいなので、これシシックっていうらしいんですけど、うん、豚の耳、フィリピン料理いただけるところってなかなかないもんね、なかなかないですね、珍しい、うん、しかも本場の味なので、うん、はい、ぜひね、あのフィリピン料理気になるよって方はね、なかなか召し上がれないと思うので、う、ね、こちらで召し上がってみてはいかがでしょうか。はい、はい、そしてお次ベニヤさんでございます。ベニヤさんですね、こちらは赤ちょうちんが目印の、はい、はい、ちょっといっぱい置きがいいねこういうお店大好き、いいですね、こちらね冬場もね、うん、あの熱燗キュッていっぱいもいいと思うんですけど ね、 いいね、夏もね結構なんか日が暮れるの遅いじゃないですか、うんうん、でだんだんこういうね提灯が灯ってくると、あ夜が来たなっていう感じになるんで ね、 ね、まあでもだいぶ伸びたよね、うん、だいぶ ね、 ね、そうですね、伸びましたね、明るいうちから飲むのもいいよね、確かに確かに、うん、こちらね日本酒とかに合うようなお料理だったりとか、はい、あとはお刺身ございますので、うん、はい、定番の串焼きとか、はい、こちら御徒町駅から徒歩6分のとこにございますので、こちらぜひご利用してみてください、はい、よろしくお願いします、はい、続きまして、はい、こちらアザラシ型メンタルコミットロボットパロ君のご紹介ですね、はい、はい、こちらタテゴトアザラシを、ね、の赤ちゃんですね、うん、をモチーフいいモデルとしたあのものなんですけども、はい、もう本当にあの一体一体あの、うん、顔が違うんですよね、うんうん、だからもうそれこそあのお家で動物飼えないよっていう方にもぜひ、うん、おすすめのものですね、でも触り心地がもうすごいなんかこういいらしいんですよ、抗菌加工されてるからそれもすごい安心だし、安心ですね、確かに、ね、今ちょっとペットセラピーとかっていうのもあるけど、うんうん、ね、こういう心のケアとかってすごく今ね大事じゃない、うん、だからいいよねこういう、確かに確かに、うん、実家でもね自分は猫を飼ってて、うん、この前ちょっと帰ったんですけども、うんうん、もうその猫たちと戯れるだけでも本当に心癒されるんで ね、今はちょっと飼えないところに住んでるので、うん、こういうのがあったらいいなっていうふうに思いますね、うん、はい、はい、ぜひこちらご購入してみてください、よろしくお願いいたします、はいはい、そしてお次は株式会社ブレスさんです、ブレスさんですね、はい、こちらですねブレスさんはビルマンション共用部を主とした、電気工事会社の、ね、会社さんでございます、はいはい、こちら BS アンテナの新規設置や、交換、うん、そして LED 照明の新規設置や交換などを、基本的なあの電気工事をすべて対応可能になっておりますので、はい、はい、じゃあ漏電駆けつけなど、うん、急な停電の、工事も行っておりますので、うん、こちらね、なんか電気で困ったことあ、急に困りごとが出てきたなって思ったらね、こちら連絡していただけると駆けつけていただきます、ね、トラブルっていきなり来るからね、うん、本当ですよね、ちょっとあの控えていただけると、はい、自分も今ちょっとね家の電球がちょっと切れてる、うん、切れてるぐらいならいいんですけどね、うん、その根本がちょっとやられてるとね、うん、電球変えてもあれっていうことがあるので、うん、ぜひねこういう会社さんをご利用していただけるとね、はい、はい、助かると思います、はい、じゃあインターホン工事はですね BS アンテナの工事も可能となっております、はい、はい、こちらあの鳥越あずり FM もこちらブレスさんのおかげで開局いたしております、はい、こちらのね明るい電気も、うん、ブレスさんのおかげであの、はい、自分たち照らしてくれてますので、はい、こちら、はい、私たちに光を、本当に光をこちら本当にブレスさんなかったらね、うん、放送できてませんので、そうですね、はい、はい、そういう、まあ、お店をね、はい、あのこれから開業されるとかそういう方もう、ね、はい、ぜひご検討くださいませ、はい、じゃ点検もねしてくれますので、はい、こちらの点検も、はい、合わせてご検討ください、はい、はい、お電話がですねこちら、電話が、0358294978 0358294978 がこちらお電話番号で、はい、ファックス番号ございます、0358294979 0358294979がファックス番号ですね、はい、こちらまでご連
楽をお願いいたします。はい、はい、以上がブレイスさんのご紹介でございました、はい、そして続きまして、はい、ブライのブライですね、はい、ブライの公開情報となっております、はい、まずはですねブライの予告動画ございますのでそちら先にご覧いただきましょう、はい、ではどうぞ。どうぞ。おい、はい、来る、来る、来る、じゃんけんしようか。組長は一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやる気ないとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このドヤハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、薬はやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。何だろうお前、三原則っちゅうの。どうするんじゃ。だからお前それ見本どんどんじゃ。ゴミ、アクタで結構でもね。欲望の時代を生き抜いたあぶれ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になろうと思います。で、助成金だ。指ないのにね。はい、予告編をご覧いただきました。はい、はい、こちら今ね DVD も発売されてますね。はい、はい、こちらポスターがねあるそうなので出ますかね。少々お待ちくださいね。いや、はい、かっこいいよね、うん、はい、出ました。出ましたね。こちらブライのポスターになっております。こちら、DVD ですね。こちら目印、はい、こちら DVD 発売されているところにこういうポスターも貼ってあるかと思いますので、ぜひこちら目印に あるなと思いながら、はい、ぜひこちらご購入検討してみてください。上映会がねちょうど終了したんですけども。そうなんですよ、東北の方で青森、はい、山形、福島の方で5月13日から19日まであって、そちらあのトークイベントもあったようなんですけども、こちら無事に終了したみたいですね。はい、はい、そしてですねこちら配信も今されております、はいはい、ご覧いただいているものプラスですね、こちら最近発見したんですけど、うん、ネットフリックスでも配信されてますので、はい、先週見たらあのトップ10、日本の映画トップ10に入ってましたので、はい、じゃあ配信でも楽しみお楽しみいただけますので、こちらでもぜひチェックしてみてください。はい、はい、そしてですねこちら井筒監督の番組がですね、日曜日13時から放送中でございます。じゃあ鳥越あずり FM との、コラボレーションしていますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。はい、いやー、松方洋平さんという文学座の一期上の先輩が出てらして、うんうん、タイトル出る前のちょっとチェックのジャケット、うんうん、はい、もうそこにいつも目がいっちゃう。知り合いいるとはね、そこ行っちゃいますよね。そうそう、でもめっちゃいい芝居するんで、うん、ぜひネット配信ご覧ください。見ていただければね、はい、松方さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、次、はい、お知らせですね。お知らせですね、はい、じゃあ先ほどもお知らせしたんですけども、鳥越あずり FM スタッフ募集でございます。はい、はい、こちら第2スタジオ拡大に、伴いまして人材を募集しております。はい、はい、じゃあ時給が1041円からとなっておりまして、勤務時間が、7時から24時の週3以上ですね。はい、こちら詳しいことがですね、こちらフライヤーだったりホームページ、鳥越あずり FM のホームページに載ってますので、ぜひあのこちらご連絡いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、働きやすい環境だと思います。はい、ぜひお待ちしてます。お待ちしております。はい、いや、そして、はい、こちら私たち、はい、告知コーナーでございます。はい、はい、
今日は何でしょう、伊賀もっちゃん。今日はまた自分のインスタグラムですね、うん、そちらからちょっとご紹介したいなと思うんですけども、はい、こちら3番目の鳥越神社の写真あるんですけども、はい、こちら先日の鳥越神社のお祭りですね、うん、こちら行ってきました。はい、行かれたんですね。はい、実はあのこの鳥越神社のお祭りやる前に、うん、あの三社祭りですね、はい、そちらも行ってきたんですけども、うん、そちらに行ってあのなんだろう、おみこし、うん、おみこしがなんかすごいなと思って、今までなんだろう、普通にただ担いでるやつみたいな感じで思ってたんですけども、うんうん、なんかその見た目がすごい立派だったんで、うん、なんかどういうおみこしってどういう意味があるんだろうって調べていくうち、うちに、なんかおみこしになんかハマっちゃったのかわかんないんですけど、うん、なんかそういう魅力を感じて、うん、で先日のその鳥越神社のお祭りも、うん、なんかあの都内で結構もう最大級ぐらい あのおみこしがその町中を練り歩くっていうことで、うん、ちょっとそこに興味を持って、たまたまこの前の12日ですね、はい、にあの予定が空いたので、うん、もう行ってきましたね。はい、ちょうど私行けなかったけど、はい、写真展やってたから。あ、そうですよね。そう、あの三社祭りはね、一緒に行ったんだよね、はい、一緒に行きましたね。そう、はい、イベントで、はい、企画してたので。そうなんですよ。その時にいろいろ説明もしてもらって、うん、その浅草のお寺だったりとか神社ができた由来みたいなを聞いてから、うん、そのおみこしにも興味持ち始めてみたいな感じでしたね。ちょっとストーリーがあるとね、そうなんですよ、なんか入りやすいよね。そうなんですよ。で、あのこの前のその鳥越神社のお祭りも屋台がね結構あったんですよ、うん、もう、うん、鳥越神社のすぐそこのね道もいっぱいにあの屋台並んでて、230ぐらいの屋台があったみたいなんですけども、うんうんうん、それには目もくれず目もくれず、あのおみこしがなんか回ってるルートの、うん、があるなんか表示された表みたいなのがあったんですけど、うん、それを見て、あ、今ここ通ってるなと思って、うん、そこにもうまっしぐらでしたね。なんと、まあおみこしにはまってしまったと、うん、そうなんですよ。もう一度見ていただきたいんですけど、もう局の本当すぐそこなんですよ、鳥越神社さん。そうなんですよ、はい、こちらがねもう立派なおみこしですね。本当立派だね、うん、そうなんですよ。本当はねこれ担いで回るんですけども、うん、ちょっとコロナの影響で、はいはい、引いて待ってました。うん、三社もそうだったもんね。そうですね、ちょっと間引いてできるように、うんうん、ういろいろやっぱりお祭りもね時代とともに変化するんだなと思いながら、確かに確かに、ね、見てましたけど、うん、こちら鳥越神社のお祭り行った時にちょっと人がすごい並んでて、うんうん、お参りがちょっとできなかったんですけども、うん、今日の朝ここ来る前に誰もいない神社でお参りしてきました。私も本日に、はい、はい、行きましたけど、っていうね、はい、週末をこの前送りました、はい、そしてはい、こちらのアカウントとは別にもう一個自分のアカウント持ってまして、はい、こちらですね、はい、手話用アカウントということで、はい、こちらの手話をなんか自分が先ほども言ったんですけども、両親が耳聞こえなくて、うん、まあ、手話ができるっていうことなので、うん、そちらをちょっと広めていこうというか、こうだっていう言葉を広めていけたらいいなって思って、うん、こういうのを作ってみました、うん、はい、ちょっと最近ねちょっと更新ができてなくて、うん、っていうのもなんかちょっと本当は自分が手話するときって声を出さずに手話するっていうのが、うん、まあ、自然と手話ができるっていう感じなんですけども、うん、耳聞こえる方にもうちょっと親しんでほしいなっていうことで、どうにかできないかなと思ってやって、うん、最近の投稿で声を発しながら、うん、手話をやったりして見てるので、うん、ぜひそういうのもね見てみてください、はい、はい、こういうのですね、いろいろ試行錯誤しながらやってますので、うん、はい、よろしくお願いします。今ちょうどねマイクオフになってるけど声が出てるんで、ね、そうなんですよ、自分は残念ながらわからないんですけど、はい、これ意外と難しいんですよ、実は自分にとっては、はい、今ね番組中でも手話取り入れながら、はい、そうですね、お伝えしてますけど、はい、はい、
ということで、ということでもないんですけども、手話講座、毎度のことながら手話講座やりたいと思います。はい。山本先生、よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、まあ、自分がお祭りに行ってきたということで、お祭りに関連した手話をやっていこうかなと思います。はい、では、お祭り、祭りですね。はい、祭りっていう手話、簡単です。おみこし、担いでください。はい。どっちでもいい。どっちでも大丈夫です。はい。これだけです。祭り。祭りこれが祭りです。祭り。はい。では一緒にやってみましょうか。はい。せーの。祭り。はい。こちらマッショイとか言ってましたね。そうですね。確かに確かに。こちらがお祭りっていう手話ですね。はい。そして、三社祭りで浴衣を着て参加したんですけども、うん、先ほど写真あったと思うんですけど、浴衣っていう手話もあります。浴衣はですね、はい、こうします。この、襟元っていう首元の形ですね、うん、浴衣着た時の形、これが、これやると着物、まあ、どっちでも大丈夫なんですけど、うんうん、これをやる、これだけだと着物ってなるんですけども、これにプラスしてうちわを仰いでください。でこれを先にうちわやって、うん、こうはい、うちわをやってこうすると浴衣になります。夏のね、ものなんで、はい、浴衣ですね。はー、わかりやすい。じゃあ、はい、一緒にやってみましょう。はい、せーの、浴衣。はい、これが浴衣ですね。はい。浴衣を着て、はい、祭りに。はい。はい。やると、ね、浴衣を着て祭りに行く。あ、祭りに行くですね。行く、あ、行くね。そうですよ。っていう手話ですね。はい、今こうやってやったんですけども、うん、実は伊賀本家では祭りはこうやってこうやってます。はい。でも一般的には、まあ、そうですね、こっちが祭りですね。はい、なんかね、方言じゃないけど、はい、あるって言ってたんですね。そうなんですよ。家の中だけでの手話だったりとか、うん、方言だったりもあるんですよ。うん、はい。そして、最後にこちら神社やってみますね。はいはい、神社は、こちらも、まあ、簡単かな。まあ、まずは最初に手を合わせてください。はい。これ神。広島っていうね、手話がね、実はこういう風にあるんですけど、ちょっともう完全にこう2本の指を横にやってから下にシュッと下にやります。広島、これ実は鳥をやってるんですけども、うん、これを広島なんですけども、これ手を合わせてこうすると神社になります。はい、神社。はい、はい、では一緒にやってみましょうか。はい、せーの、神社。はい、こちらが神社でございました。はい、はい、今日はね、この3つでしたけど、はい、盛りだくさん、どうでしたか。これからね、はい、お祭りが増えるし。そうなんですよ、はい、使えそうな、うん、そんなにね、結構見た目通り、うん、なんかなんだろうね、ジェスチャーみたいな感じの部分もあるので、うん、結構今回の覚えやすいんじゃないかなって。そうだね、覚えやすい、うん、はい、ぜひね、使うチャンスあったら、はい、使ってみてください。はい、はい、以上が自分の、はい、コーナーでございました。はい、はい、そしてナミネですね。はい、はい、続いて私のゆいの、はい、動画があるのでそちらからご覧ください。はい、おかげさまをもちまして、はい、渋谷スロースで5月29日から6月12日まで、はい、渋谷の公園通りというパルコナル通りで、うん、フラワーフェスティバルというフェスティバルをやってたんですけれども、うん、そちらとの共同開催の写真展が、はい、作品展ですね、はい、終了いたしました。はい、ありがとうございました。今の動画もドアランドスケープスタジオっていうメンバーの、うん、一人なんですけどね、はい、その空間設計とか映像制作してる仲間がいて、うん、その方が作った、うん、動画なんですけど、うん、あとフラワーフェスティバルの動画なんかも今、はい、作ってずっと渋谷のモディのところで流れてて、はい、はいはい、
私たちのね、うん、あの作品展ってフローリストもいるし、うん、そういう映像制作の人もいるし、もともとファッション系で活躍してるカメラマンたちが多くて、はい、あとスタイリストさんとかヘアメイクさん、うん、映画とか手掛けてるヘアメイクさんとか、うん、私はまあ俳優として参加してるの唯一一人なんですけど、モデルさんとかいて一緒にやってるんですけど、はい、いや本当に大盛況でございまして、うん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、よかったです、うん、実は自分も ね、はい、行かせていただきました。はい、残念ながらね、いらっしゃらない時間に、ちょうど一瞬抜けた時にいらしたからね、はい、ほぼもう在廊しててご説明とかしてたから、うん、さっきねこうだったのとか言って一生懸命、そうですよ、もう熱くね、そう、ありがとうございます、はい、行ってきました。はい、はい、そうなんです。なんかいろいろね、はい、またこれからも活動していくと思いますし、うん、ゆいの公式インスタグラム、はい、そして、ホームページもあります、うん、ツイッターもやってます、はい、ローマ字小文字で UI って入れていただくと出てくるんですけれども、うん、はい、仲間も全部タグ付けというか、うん、タグ付けだよね、はい、とかしてるので、はい、遡ることもできます。オフショットとか作品もこれから上がっていきますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います、うん、ありがとうございます。はい、はい、こちらですね、シビション、はい、はい、そうなんです、ありがとうございます。そして次にですね、はい、私舞台の出演がございまして、チラシがあるのでご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。舞台生きるです、うん、こちら2年ぶりもう私、はい、ライフワークにしてる舞台なんですけど、はい、実は二十数年前に、はい、本当に実際にあった事件なんですけどね、介護をしてた男性が、はい、お母様が認知症になられて、はい、それでもう会社も辞めざるを得ない、うん、最終的にはそのこう社会からも見放されてしまって、うん、お母様殺してしまうんですよね。でその事件があった時に感動の裁判って言ってすごく話題になったんですけど、はい、なんか聞いたことあるかも。ある、はい、そうそう、それでいやこれはもうこれからね高齢化社会になるし、はい、どんどん伝えていかなきゃいけないっていうので、うん、昔映画むっちゃ知ってるかん、俺たちひょうきん族っていう番組があったの、聞いたことあります。あ、本当、はい、もうねすごい豪華な芸人さんたち、たけしさんとかいっぱい出てらっしゃった番組があって、はい、幻ので、その最後の番組のコーナーで、はい、懺悔の部屋っていうのがあって、知ってる、懺悔のね、はい、神様って、はい、なんかこう芸人さんたちが、はい、今日はこういうことしてすいませんみたいな懺悔の時間があって、そうすると、はい、こう神様がこうで、パルーとかバツーって、バツーって言うと雨がバーって水がバーって芸人さん水をかぶるみたいなのがあって、はい、その方がブッチー武者さんって言ってずっと舞台俳優として活躍されてるんですけど、うん、その方が考案してこれを、おー、なるほど、はい、でコント山口くんと武田くんっていう、はい、芸人さんですね、はい、の山口さんの方が演出と脚本を手掛けてます。でだからね笑いながら本当にもう、うん、介護されてる方はやっぱり辛いっておっしゃる方も多いんですけど、うん、でもこう笑いながら進んでいって、はい、最後トンと落ちるっていうね、なるほど、そういうこうちょっと見やすい、うん、重いなって思うじゃない、こういう作品ってとても見やすく工夫されておりますので、うん、はい、8月11日木曜日祝日ですね、はい、南大塚ホールで公演が決定しました。もともとコロナでいろいろ決まってた公演が全部中止になって、やっぱりこう自分がもしかしたら認知症になるかもって思われる年の方がすごく多いんですね、はい、お客様で、はい、だからなんか何かあったらいけないっていうので、うん、中止にすぐもう事件がプリンセス号だっけ、うん、あった時に、うん、はい、事件というかね、はい、コロナが出た時に、はい、もうすぐ打ち切りになって、なるほど、やっとやっとの再開ですので、はい、はい、ぜひお問い合わせは BMC エンタープライズ株式会社、はい、こちらの方へ、舞台生きるって検索していただくと、はい、ホームページ出てきますので、そちらから、はい、はい、お問い合わせいただけたらと思います、はい、電話番号も書いてありますね、03-6903-7895、はい、03-6903-7895、はい、チケットのお問い合わせなどはこちらにお願いいたします、はい、自分もチェックしたいと思います。ありがとう、ぜひお願いします。はい、はい、そしてもう一つお知らせがございます。サケオブピース、はい、はい、こちらですね、サケオブピースという日本が世界を救うプロジェクト、はい、うん、はい、こ
ちら、はい、あの日本酒のイベントになるんですけれども、はい、なんとナミネこの度、はい、なんだと思う？何ですか？こちらのお酒が飲めるとか、はい、いやそれ以外にそれ以外に、はい、なんだろうな、ナミネ、なんだろう、5、4、3、2、1、広告塔になった。あれ、なれないよ。あれ、アンバサダーに就任いたしました。すごい、イエーイ、すごい、酒オブピース、はい、こちらすごく素敵なイベントで、はい、今度6月29日に中目黒にあるフグブッダ酒場で、はい、私が参加してから第1回目、はい、次7月3日に歌舞伎座 の、 あの歌舞伎観劇した方しか入れないレストランがあるんですけど、はい、そちらで、開催が決まっております、はい、これはね、はい、そう、ミス日本酒の方もアテンドで入られるんですけど、はいはい、素晴らしい企画で、本当酒オブピース、はい、世界平和を目指して、はい、お酒っていうのが、まあ、一つのそのカテゴリーにはなってるんですけど、はい、そのこう売り上げは世界の子どもたちに、今度ね、はい、ちょっと今日アルゼンチンっぽい格好してるんだけどアルゼンチンの大使館とコラボが決定したそうで、はい、でその例えば国に子どもたちに寄付したりとか、はい、そういう取り組みだったり、その外国の方に、日本に住んでる外国の方に、はい、発信してるイベントなので、なるほど、そうなんです、そうなんです、で、うん、浴衣と着物を着た女性は、うんうんうん、なんと、はい、まあどちらも洋服で男女問わず7000円でご参加いただけるんだけど、はい、浴衣か着物を着ていただける女性に限り3000円で参加できるイベントで、日本酒も飲めますし、その、はい、他に歌舞伎座だと花籠っていうお弁当も出たりとかして、うんうん、はい、はい、十分お値打ちなイベントとなってます。確かに、確かに、はい、それで来ていただいた方に、はい、いろいろ楽しんでいただくイベントというか、その見ていただくこの傘でこう、はい、玉をこうやるのとか、初代芸人さんとかね、はいはい、ああいう企画とかもあって、それが、はい、まあね、海外の方も来られるので、はい、アーティスト支援になったりとか、うん、確かにね、はい、そういうこともやってますので、はい、ぜひぜひ、はい、日本酒好きな方もそうじゃない方も、ね、はい、ご参加お待ちしております、はいはい、こちらも、お問い合わせはドリンク酒オブピース、はい、ホームページの方から、今こうカートが出てますけど、はい、購入チケットもいただけると思うので、こちらから、はいはい、今ね選べないからカート入ってませんって出ましたけど、はい、はい、そのような形で、はい、お申し込みいただけたらと思っております。はい。はい。そう、いろんな、ね、はい、珍しいお酒がもう一気に取り扱ってる、うん、会社さんが入ってるので、はい、いろんな銘柄の日本酒を飲んでいただけるかと。はい、私ね、はい、20代の時に日本酒ソムリエになろうと思った日があって、はい、本当。思った日があって、思った日、はい、で友達と、はい、笑ってるけど、友達と飲みに行ったの、はい、でその時こう日本酒の利き酒セットみたいなのがあって、はいはい、ありますね、頼んだのね、はい、で友達も頼んで、まあ、6種類まずは頼んで、はい、で美味しいねとか言って、これはこうだねとか言って飲んでたんだけど、はい、だんだんなんか楽しくなってきてあれなんだっけ、どこだっけ、美味しかったよねみたいな感じで終わってしまって、はいはい、1日で断念したっていう、ね、ちょっとまたこれを機会に、そうですね、もうしょっちゅう日本酒はね飲んでますので、はい、学ぼうかと思っているところでございます。そうですね、はい、ぜひ、はい、はい、そしてもうね、はい、行ってる間にお時間が迫ってまいりましたね。あっという間でしたけども、はい、今月はちょっとね、梅雨ということもあって、うんうん、あれでしたけど、はい、結構楽しい回になりました。なったかな。ツイッターとかでご感想いただけると、はいはい、こちらもね、はい、励みになります、はいはい、そしてまたね、はい、もう一度ゲスト募集の、そうですね、はいはい、ゲスト募集ございます、はい、こちら台東区のお店やってる方だったりとか、はい、企業さんだったりね、そういう方にぜひこちらゲストでお越しいただきたいなと思っております、はい、アズーリモーニングのね、はい、ゲストにお越しいただきたいと思っております。ツイッターやインスタグラムからお申し込み可能ですので、ぜひ、ね、ご興味ある方よろしくお願いします。はい、トークを一緒に盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、
ということでお時間になりましたね。お時間ですね、はい、はい、私たち来月も、はい、7月20日ですね、一緒にやるのは7月20日、はい、水曜日、来月も一緒にやりますので、ぜひお時間ある方ご覧ください。では最後に、役者として活動しております伊賀本里穂と、はい、俳優、時代劇では絶滅危惧種だと思います浪江美智子です。はい、はい、それではまた来月お会いしましょう。それではまたね、また ね、良い一日をお過ごしください。